ホラーまさみです。今回はスペイン料理の定番のニンニクスープを作っていきたいと思います。このスープは冬に食べると体も温まるので風邪をひいた時には最適だと思います。ご家族で風邪をひいた方がいたらぜひ作ってあげてください。こちらが主な材料ですね。でこちらの缶に入っているのがちょっとスペイン産のパプリカパウダーです。軽くスモークをかけてあるものです。でこれが味のポイントになるのでこれだけは必ず使うようにしてください。その辺のスーパーにも売ってると思います。パプリカパウダーです。それと水ですね。水で十分です。あと卵を1個、塩コショウを軽くしてあります。あとは余ったパンですね。硬くなったバゲット、食パンとかを使うと甘くなっちゃうので食パンは使わないようにしてください。それとニンニクです。適当です。あとイベリコ豚の生ハムです。今回は必ず生ハムを使ってください。もしない場合はベーコンで代用してください。あとはパルマ産の生ハムでもいいかもしれません。それと塩ですね。では準備に取り掛かります。でパンはこれはもう手でちぎってください。こんな感じでだいたい一口大に切ります。でニンニクはスライスでも刻んでもどっちでも構いません。でも刻むと焦げやすいので気をつけてください。今回はスライスにします。で半分に割ってちゃんとこの芽も取ります。芽も取ってなんか気にするようなことはないんですけど、だいたい同じ厚さになるように切ってください。特に切る方向とか向きとかそんなに気にしなくていいです。家で食べるスープなのでちゃんと火を入れればそんな臭みとかは気にならなくなります。それとパセリも入れますので大丈夫です。これ生ハムですね。生ハムをまあこれイベリコ豚の高いやつなので全然味が違いますが、使う生ハムによって味がだいぶ変わってきます。でみじん切りとかにするんではなくてこういう感じで切ってください。よし、こんな感じですね。はい、ではどんどん作っていきたいと思います。オリーブオイルですね。これはちょっと多めに入れます。そしてニンニクですね。これを弱火で火を入れていきます。決して強火にしないように気をつけてください。焦げてしまうとスープが苦くなってしまいます。薄く色がついたら生ハムを入れます。
でじっくり生ハムの油を引き出します。もう油が全部外に出てる状態なのでパンを入れます。そしてお飛び出した。そしてパンに油を染み込ませます。旨味ですね、旨味をパンに染み込ませます。でこの間もずっと弱火です。はい、旨味を吸わせます。そうすると全部油を吸い込んだのが確認できたら水を入れます。水ですね、だいたいひたひたになるような感じでいいです。水を入れたら強火にします。そしてここでパセリを少し入れます。パセリですね、臭み消しのパセリです。そして色付けと味付けのためのパプリカパウダーを入れます。でパプリカパウダーは水溶性なので必ず水を入れてから入れます。油に入れると一瞬で焦げてしまうので気をつけてください。で全体が沸騰してきたらちょっと弱火にします。そしてここでちょっと味見をします。でこれだと味が足りないのが分かるので生ハムの味も考慮しながら塩を入れます。で全体が沸騰したことを確認したら全卵を落とし入れます。そして蓋をします。はい、1、2分経ったので蓋を取りました。半熟状態の卵ですね。これで完成です。パセリを振ります。